うは、母音、言う、またはお示す文字。う、うに楽天を付した文字である。通常では子音であり、母音、うに楽天を付けた文字。日本語に本来存在しない子音である、有声紳士摩擦音、V の音をナで表すために用いられる。外来語は原則として、カタカナによって表記されるため、一般には、ブを用いる。ひらがなの、うに楽天が付いた字は、 ジス x ックスレニーにおいて、かな漢字変換で、ひらがな入力する際に、対応するひらがなによる表示が可能になるように、再録された。固有名詞等では、ブ・ウという表記も使用される場合もある。漫画などに見られる、ブ・ウについては濁音を参照。ブイ音を表すのに、ブを用いるのは、福沢諭吉の発案、福沢全集諸言の証言による。なお、 和も同様である。江戸時代末期の1860年、万円元年出版の造帝会へ通語に要霊が見え。かつては、和行の和、い、え、おに濁点を付して、文音を表現することは、はい、え、おも行われたが、一般的にはならなかった。1954年、昭和29年の国語審議会報告で、文音はなるべく、 馬行を持って表記するよう推奨されていたが、1991年、平成3年2月7日に、国語審議会が答申した、外来語の表記では言語になっぺく近く書き表そうと、する場合に、部与を部によって表記することを容認し、同年6月28日交付の内閣告示2号により、国語表記のよりどころとなった。なお、同日に、文部省が出した、 学校教育における外来語の取り扱いについてでは、小学校においては教育的配慮から部の表記は避けることとし、中学校において一般的にはバ行で表記さるが必要のある場合は部で表記されることを教え、双方の読み書きができるようにする胸の指針が打ち出されている。部の使用は概ね以下のような法則に従う、ラテン文字を使用する言語のうち、 V の音を持つものは、英語やフランス語のように、V を V の字で表すことが多い。また、ドイツ語や、ポーランド語、上、ソルブ語などでは、W で、V を表すことが多い。しかし、日本語と同様に、V の音を持たず V を、有声両唇破裂音、B で発音するスペイン語や、V の文字が、有声両唇接近音、半イ音、W を表す。 ラテン語のように、必ずしも、ラテン文字を使用する言語のすべてにおいて V が、V を表すわけではなく、V の文字を機械的に V に当てはめることはできない。また、戦術の W で、V を表す言語の場合も、無精神誌摩擦音、F で発音する場合があるため、この場合も同様である。英語やフランス語、ドイツ語、ロシア語など、明治期以降の日本語に、 多くの外来語をもたらした言語は、有声唇摩擦音、V の音を音韻体系の中に含んでおり、これらの言語から単語を音訳する際に、日本語に存在しておらず対応するかなを持たない、V の音をどのように表記するかという問題が生じた。上記のように、古くは V を使用する表記は推奨されず、V 音に和行を当てることが一般的であった。以下は、 そのような音訳表記の一例である。V の音に、部を用いることが多くなった現在では、バカンス、バイオリン、というように、これらの外来語に本来含まれた、V を部で表記する例も現れ、日本語においては、部と場行の表記が混在するケースや、語表記を招くケースがままある。ただし、以上はあくまで表記の問題であり、日本語の音韻としては、現在も、B と、 V の区別は定着していないため、和と書かれていても実際の発音は和になる。このことが蒸気のような表記の揺れにつながっている。上で例を挙げなかったドイツ語は、V の文字を原則として F の音で発音するが、フランス語などに由来する借用語では、V の音になる時もあり、それぞれの例に応じたカタカナの当てはめが行われる。一方、五島の W の文字は、 V の音で発音するが、このような例を翻訳する場合、当てはめられるかなは和行ではなく、和行、和ウ,ウエを、古くはイエオもとなることが多かった、u に対しては、ウが使用されることについては変わらない。V を使用した、V の表記が広く定着した結果、ドイツ語の発音を尊重して、バイマル、バーグナー、ビーンなどと表記することも多くなったが、 一般には現在でもはウ和ウ屋方式の表記が広く用いられている。ロシア語、ウクライナ語などの部を転記するときも和行ではなく和行を使うことが多かったが必須ではない。出版、印刷などの業界においては部と和行どちらで表記するかを明確にするため、部を使う表記を侮辱、うだく、和行による表記を波辱、裸などと呼び、 区分する工夫がなされている。新聞や放送など、報道に関連する業界では、原則として、バカンス、バイオリンのようにバ行で表記することになっている。具体的には NHK がバ行で表記することが多かったが、最近では混在するようになっている。NHK に見る、部へ。上記、部以外の仮名による部位の音訳にもあったように、原則では部で表記する。 V も放送業界では馬行で表記することが多かった。しかし、昨今の傾向では民放では V イコール部表記が増えているものの NHK では馬行で表記する V と部で表記する V が混在している。例として音楽番組から抽出する。の右は従前の表記部で書かれる V のうちストラビンスキーは1995年。 平成7年放送の NHK スペシャル映像の世紀のオープニング映像ではストラビンスキーとなっていたが、いつしかストラビンスキーと改められている。しかし、1950年代1970年代の番組では、部表記が見受けられる場合が多く、カラヤンの来日公演の映像、1957年、昭和32年では、 ベートーベンも現在のベートーベンではなくベートーベンと表記されている。他の例では、ロブロフォンマタチッチ、NHK 公共学団名誉指揮者。1971年、昭和46年イタリア歌劇団公演映像より、フェルッチョタリアビーニなど、NHK でもかつては、うで表記する部位が多かったことがわかる。また、バ、シックス、ベヨは不意、フイ。 フェット表記したり、人によっては、はじめから、部表記、はじめは、部表記でなかったが、いつしか、部表記に切り替わった例もある。また、ルチアーノ・パバロッティのように NHK では、部表記なのに、一部民法等では、パバロッティと表記に、ズレがある場合もある。NHK が、ストラビンスキーから、ストラビンスキーに、ベートーベンから、ベートーベンに表記を変更した理由と基準は、不明確である。 文部科学省は、部表記は、例外的に、あくまで言語に近い発音を表記する上での、許容である、という態度なのに対して、外務省では地名などで、積極的に使用するとも言える原則を立てている。外務省では、国名と地名の表記について、在外交換の置かれている、国の名及び、都市の名はできる限り現地の発音に近い表記とする、という原則を採用していて、 在外交換の名称及び一並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律、在外交換設置法の別表1で定められる。在外交換の正式名称は、この原則に従って定められているため、過去には、正式名称に、部を含む、在外交換が存在した、例、ビエトナム社会主義共和国。しかし、その後名称を再変更したりしたため、 2013年1月時点で、正式名称の表記に、部を含む日本の在外交換は存在しない。名称の再変更の根拠は、上記原則の正し書き、ただし、我が国において、汎用として相当程度定着している表記があると認められた場合には、その表記によるに基づく。このような行政組織の名称の短期間での変更の繰り返しには、 法令の改正が伴い、メディアでは、正式名称を使用すべき状況も生じるため、短期間で名称の変更を繰り返す行為は、混乱を拡大しうる。2019年の在外交換設置法改正により、部を使用しているセントクリストファーネービスとカーボベルデを、それぞれセントクリストファーネービスとカーボベルデに変更し、部は使用されないこととなった。 カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー市にある日本の在外公館は2002年に正式名称を在バンクーバー日本国総領事館から在バンクーバー日本国総領事館へと変更したがまた同時期に同地における冬季オリンピック開催地への立候補から開催決定に至るまで同地の地名が日本のメディアに露出する機会が急増しつつあった ところが余分に時数を取る格好のバンクーバーの表記は日本のメディアには全くと言って良いほど定着せず NHK や民間放送、新聞社などほとんどの日本国内の大手メディアが従来からあったバンクーバーの表記を採用しさらなる慣用化が進行した。そのためニュース記事などで同僚時間を正式名称で表記する必要がある場合に 地名表記の統一感を損ないかねないような状態になってしまった。なお、同地の法事新聞、バンクーバー新報では、同総領事館名を報道する機会が多く、地名のバンクーバーと当時の交換の正式名称、在バンクーバー日本国総領事館が同時に含まれることが当時多くあった。結局、同館は2003年に元の 在番クーバー日本国総領事館に再び名称を変更した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。